はい、こんにちは、スクーティワカメと申します。それでは今回から新しいゲームということで、こちらですね、生贄の夜遊んでいきたいと思います。まあ厳密に言うと新しいゲームではないんですよね。っていうのは1、2年前ナンバリング3ぐらいまではね遊んでたんですけれども、 Wii の本体をね掃除中に壊してしまって、それ以来ねプレイできずにいたんですけれども、まあこの度 Wii の本体を買い直しましたんで、再びね遊んでいきたいと思います。ただデータが消えてしまってるので、また最初からになりますんで、まあ一回見たことあるっていう方もね、最初のナンバリング3ぐらいまではあると思うんですけれども、またお付き合いいただけると嬉しいです。っていうわけで、じゃあやっていきましょう。まあね、さすがに最初の方はもうビビんないと思います。一回やってますから。でまず Wii 自体が久しぶりで全然覚えてない。はい、このゲームは体感型ホラーです。可能であれば音量を上げてプレイすることを強くお勧めいたします。またバランス Wii ボードを使用されますと、より臨場感のあるプレイが楽しめます。 Wii ボードねあるんですけど、普通に座ってやります。はい、さて、あなたにはまず登場人物の命名をお願いします。ご友人の名前を入力していただければ幸いですが、お名前をお借りしたご友人の安全は保証しかねます。そうだ、そういえばなんか名前をね、決めさせられるんですよ。5人分!イエローに思いを寄せる気の弱い男性。この物語の主人公、弱者男性です。僕ですね。え?じゃあ、ブルー。ちょっと名前これ時間かかるとあれなんで、早送りするかもしんないですね。オッケー、とりあえず名前の入力ができました。僕のね、嫌いな食べ物で、埋めてみまして、主人公、ブルーは、クキワカメ、僕ですね。インゲンに思いを寄せる気の弱い男性、この物語の主人公、もう名前何でもよかった。で、インゲン、僕の嫌いな食べ物ですね。思いは寄せてますけど嫌いです。決断力のある気の強い女性。育ちが良いが時々天然ぶりを発揮する。はあ。で、ピンクがスコンブ。みんなに魅力を振りまく元気な女性。場を盛り上げようとするムードメーカー。で、赤がアスパラ。少し乱暴だが意志の強い男性。スコンブと付き合ってる。この二人付き合ってますね。リア充だな。で、キクラゲ。冷静で頼れる男性、父親の持ち物である家に4人を招待する。はあ、まあ、一応ね、こういう感じの名前でね、やっていきましょう。もうほんと名前は何でもよかった。前回どういう名前つけたかすら覚えてないんで。なんか別荘かなんかに行くんでしたっけ?つくよみ渓谷でいいのかな?そこはかつて生贄を求めた神の伝承が残る閉ざされた集落である。今から24時間前、とある大学の仲間5人が、この渓谷に立つ館で集まることになっていた。はあ。あ、そうだ、こんなあったな。アスパラ、ポインターで向きを変えられる。なんかチュートリアル的な、やらしてくれるんですよね。まずは俺にポインターを合わせて A ボタンを押してみろ。はあ。A。相変わらずノロマだな。まあいいか。結構早かったと思うんだけどな。Wii リモコンの B ボタンを押すと一歩ずつ前に進む B とは ?B ボタンを連打すりゃ早く走ることもできるぜ。バランス Wii ボードで歩きたかったら1ボタンから設定を変えるんだ。はあ。え、B ってどれ?ん?ちょっと待って待って。待って待って。そう、このなんかね、くるくる回っちゃうんですよね。え?あ、これだ!お前、今テーブルの上、うちのソファーに似てる。はぁ、あ、あ、ピンク。名前は?あ、スコンブですね。振り返りたいときは、Wii リモコンを思いっきり振っちゃって。外に出たかったら、ドアノブにポインターを当てて A ボタンだよ。はっ、振り向きたい。振り向きたい。あ、振り向けたな。なるほど。ちょっと待って待って、なんでこう、むずくない?あ、一応押しっぱなしで歩きますね。キクラで。Wii リモコンだけで操作してるなら、十字ボタンの下で後ろに移動できる。バランス Wii ボードを使ってるなら B ボタンを押しながら足踏みでバックだ。え、あ、ほんとだ、十字キーの、あ
十字キーの下連打すると後ろに走りますね。なるほど。こんでじゃあこの部屋はもう用なしかな。とりあえず出ちゃっていいんだって。十字ですね。出よう。はい。で、それから24時間後、5人は忽然と姿を消した。彼らに一体どんな災難が降りかかったのか。あなたは事件から24時間後の渓谷に訪れ、6つの不思議な体験をするでしょう。主人公、ブルーじゃないの。それは隠された物語を解き明かす鍵となるかもしれません。はあ。で、なんかストーリー選択するんですよね、確か。あ、セーブしてますね。お疲れ。え、あ、で、その後が出たんで、じゃあ、その後行きますか。で、ストーリー選択なるんだよね。真相究明。1,2,3,4,5 で6がロックされてる状態と。え、これ設定で明るさとかって変えられんのかな。あ、明るさちょっと変えてみます。できればね、明るくしたい。とりあえず最高に明るくして、これでいいかな。じゃあとりあえず1いってみましょうか。はい。雨の廃屋。雨の降る夜、渓谷の呪われた廃屋へとあなたを誘います。やめてください。ん？ええ。これで、あ、行きますね。一応4つあるから、2つ行きたいな。人里離れた渓谷で道に迷ったあなたは突然激しい雷雨に襲われました。幸いにも雨をしのぎそうな廃屋を見つけ、急いで駆け込んだのですが、やばいとこ行っちゃったね。廊下の奥へ進め。ま、一回やってるから、怖くはない。ここ開くん、あ、ちょっと待ってください。開く？あ、開かない。この扉開かないようだ。ま、一回やってるから、もうさ、血がさ、ただヘッドホンでやってるんで、めちゃくちゃ音がダイレクトに来て怖い。激しい雨が降っている。外へ出ない方がいいだろう。は。振り向いちゃっていいかな。え、ちょっと待って待って、勝手にそっち向かないで。さあ行こう。じゃあなん、うわ、なんかちょっと待ってよ。え、2階って行くんだってこれ。下で、やべえ、何も覚えてないじゃん。な、なに、なに、マイナスマイナス。はい、フローム何がし、もっともっと切り刻む。ポタ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 、もっともっと生贄を。なんかラップみてえだな。走りたい走りたい。え、探索した方がいいのかなこれ。やべ、なやべやべって、びっくりした。 A ボタンでこれ懐中電灯消える。電話。まずホラーゲームなんか出てるんだけどさ、ホラーゲーム自体すんげえ久しぶり。え、あ、消えましたね。ちょっと待って、いきなりなんかさ、出てこないよね。え、もう終わろう。音が、ちょっと待って、何もない。変に探索したくないな。今もう部屋も真っ暗でやってるから。開いたよ。え、何があるんだい。あ、トイレですね。入っていいんだってこれ。 すげえ。え、血が、天井に大きな穴が開いている。まあそれ以上にさ、滴り落ちてる。それがやばい。振り返んの怖い。何もなくていい、頼むよ本当に。あ、やめてくんないかな。
まだまだ可愛いお化けだからいい。あれお化けだよね。やばい、唇もうガッサガサになってる。チェーンソーマンだな。え、クソ、やっぱり呪いを断つことはできないのか。海に拒まれた。なぜだ、何かが足りないのか。誰だか知らないが、すぐここから逃げた方がいい。え、逃げよう。こっち行っちゃっていいの。あ、なんかいるじゃん、そこ。え、あ、いますね。おい、びっくりしたよ。え、あ、人形。やばい、何にも覚えてない。え、いけない。あ、いけた。え、おい、逃げろじゃないんだよ。走ろ走ろ。やばい、そこにもいる。行き止まりなんだけどさ。え、え、どうせどうせ、ちょっと待って。え、どっか行けるとこないの。これ扉、扉真っ赤。暗い暗い、ちょっと待って。え、何の音。あ、とりあえずここ行けますね。なんだよ、ちょっと待って、そういうところじゃない。メール、逃げて、ここから逃げて。お風呂の中にはお縁が、姉ちゃんの生贄が足りない。何って、お風呂、お風呂じゃないのこれ。泣いてるもん。え、ちょっと待ってよ、なんかあんの。あ、何もない、何もない。暗いんだよな、いかんせん。え、ん、何もないですね。振り返ったらやつがいたりしませんか。いないね。あ、びっくりした。お願い、もうやめて、もうやめて。ごめんなさい。でも私にはもうどうすることもできない。私の意識が完全になくなる前に、お願い、早く逃げて。逃げたいんだよ、こっちもさ。え？何もないの？手がバーとかやめてよ。え？どこ行けばいいの？え？ちょっと待って、ちょっと待って。開けて、開かなくなったの。え、じゃあこの中でなんかやることがあるってことですよね。え、暗い暗い、ほんと。あ、明かり消しても何もない。近づいていいのかなこれ。大丈夫ですか。バーはやめて。迷い込んだ廃屋であなたが見たもの、それは24時間前に起こった惨劇からつながる終わりなき夜の始まりでした。あ、セーブしてる、終わった。え、一回やったとか言いながらめちゃくちゃ怖え。え、どうしよう。であれば今回これ2もやって、次回3。あ、でもどうしようかな。今回ちょっといい時間になってるんで、この辺にして、次回2、3で、その後4、5っていう風にやっていきますか。オッケー、じゃあ、またね、生贄の夜遊んでいきたいと思いますので、引き続きお付き合いいただけると嬉しいです。というわけで、ここまでご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。